皆さん、こんにちは。マーケットドライブの時間がやってまいりました。本日の講師は、楽天証券エフェクスディーリングの荒地です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速、本日のレートを見てみたいと思います。現在、ドル円は106円の32銭。ユーロ円は、えー、こちらの方は115円台に戻っています。115円の32銭。温度円は131円79銭。そして、 OG 円は69円の44銭。このようなレベルで現在取引が行われています。ではドル円のチャートを見てみましょう。えー、これはドル円の1時間足のチャートです。これで今月5月の動きを簡単に振り返ってみたいと思います。えー、5月に入ってからドル円はドル安円高が徐々に進んでいます。 5月の高値はですね、オフィシャルにはこの107円の41銭ですね、えー、107円の41銭がえ高値となって、えー、このチャートを見て分かるように、徐々に徐々にえ下がってきて、えー、一時は105円の98銭まで円高が過ぎました。その後はちょっとリバウンドして、今106円台の前半にあるわけなんですけれども、 105円を伺う、こういう展開になっています。まあ、今月、まあ、今月始まったばっかりなんですけれども、まあ、動いたレベルとすると、107円の、えー、半ばから105円ですから、まあ、1円の50銭、えー、程度の円高には過ぎないんですが、この105円というのはですね、えー、少し注目しなくてはいけないレベルではあります、えー。少し長いところのチャートを見てみたいと思うんですが、 こちら、えー、ドル円の冷やしのチャートです。今、ドル円はですね、この、まあ、ほぼほぼ106円のところですね、のところに位置しているんですけれども、このチャートを見てみるとですね、この105円台に入ってくると、下のサポートはほとんどないんですね。この次のですね、大きいサポートというと、えー、ここです。 これは、えー、101円の17銭。これは今年の3月につけた2020年度のこれまでの円の高値、まあ、ドル円の安値ということになります。ですので、この105円、このレベルが崩れてくると、マーケットとしてはもう今年の安値、ドル円の安値101円というのが視野に入ってきて、ドル円の下落スピードが 増してくるというふうに考えられます。この下がですね、もう、この、まあ、この101円というのは今のところはですね、ワンタッチで戻ってきてる。ここをつけてから戻ってきてるんですけれども、このレベルを、えー、実際今月に入ってですね、狙っていくようになって、このレベルがブレークしたということになると、次はもう100円割れというような話になってきますので、この今の段階、106円、 で止まるか、それとも105円台までずるずる下がってくるかということはですね、注目していかなくてはいけないポイントだと思います。上サイドについて、つまりドル高円安サイドについて言うとですね、107円の50から108円は重いというふうに考えています。まあそういうわけで、えー、少しこのようにですね、えー、下向きにドル円が え向いているときに今夜はアメリカの4月の雇用統計の発表がありますこちらの方は非常に注目に、えー、材料になっています現在のところ市場予想では4月の非農業部門雇用者数は前回よりもさらに悪化して2100万人減るということになります 210万人じゃないです。2100万人が、えー、分のですね、職がなくなっているということになります。失業率については、戦後最悪の16%まで上昇するというのが現在の市場予想です。まあ、つまりアメリカの労働人口の6人に1人以上が職を失ったという計算になります。それほどですね、えー 今回の雇用統計の数字というのはひどいものになっています。また、今夜の雇用統計の前に先行指標がですね、いろいろと発表されたんですけれども、まあ、一つはですね、アメリカ企業のですね、人員削減数、4月の人員削減数は、前月に比べて、なんと1576.9%アップ。 それだけすごい勢いで、アメリカではですね、えー、人員カットが進んでいるということになります。そして、えー、先週1週間の失業保険の申請件数、こちらは316万件まで上ったということになります。 ですからまあ、これを考えてみるとですね、今夜の雇用統計の数字あ、悪いということは当然予想できるわけなんですけれども、まあ、悪い悪いというふうに分かっていたとしてもですね、実際数字を見るとかなりショッキングではないかなというふうに思います。ただ、えー、もちろん、えーまあ、新聞とかですね、メディアではですね、アメリカの雇用市場が非常に危機的状況にあるというような話になってくるかと思いますが、 マーケット参加者についてはですね、つまり我々は、えー、そういうことはもう事実として今分かっているので、むしろ冷静に対応していきたいなというふうに思います。まあ、何を言いたいかというと、えーまあ、先ほど言いましたように、失業保険の申請件数は300万件以上、316万件なんですけれども、実はこれちょっと長いところで見るとですね、3月から比べると多いとはいえ、 少しずつ減ってきていることは確かなんです。ですので、まあ、最悪のピークは徐々にですが、まあ、ボトムアウトしつつあると。ですので、雇用統計、今日は、今夜は悪い数字を見ると同時に、えー、どれだけ早くこの危機的状況からアメリカの労働市場が脱出するかということを、そちらのポジティブな面を見ていきたいなというふうに思っています。 まあそれと同じように、えー、マーケット、えー、この今の105円、えー、を、まあ、挟んだというんですかね、まあ、106円台の前半にいるドル円がどういうふうに動くかということは注目なんですけれども、まあ、雇用統計のデータがあまりにも前月からかけ離れた水準なので、そのマーケットがどういうふうにリアクトするかというのは、正直言って、 想像しづらいですですので、予断を持たずに、マーケットの動きに、えー、フォローするということが一番正しいやり方なのかなというふうに思っています。まあ、そういうことで、ただ、ドル円で言うとですね、そういう意味では、えー、上下を抑えられる可能性はありますけれども、 クロス円では円高が逆に進むんではないかなというふうに思います。ユーロ円。例えばユーロ円なんですけれども、ユーロ円、これ一時間足なんですが、一時間足では戻ってきていますが、冷やしで見るとですね、ユーロ安円高が進んでいます。これは ECB のですね、経済対策に対して、 統一の裁判所が、えー、違憲だという、えー、司法判断をしたということで、ヨーロッパに対する投資家の信頼が失われているということがありますので、ユーロというのは弱い通貨に今なっています。ですので、円とユーロを比べた場合には、 ユーロ円、えー、下がる可能性はありますですから、ドル円が動かないなと思ったときにはですね、このような通貨、例えばユーロ円などを見ていくといいかもしれません。あと、最後にもう一つなんですけれども、まあ、今、ドル円、クロス円話したんですが、一つ注意しなくてはいけないのは、えー、トルコリラ円です。イマージングマーケットの、えー、中でキャリートレードとしてはですね、日本人の投資家の皆さんに 最も人気のある通貨の一つなんですが、このトルコ円はですね、えー、実は現在、えー、トルコの銀行当局が、えー、トルコリラの規制に、えー、動いています。それで、えー、昨日はですね、外資系の銀行2行がトルコリラの、えー、ポジション、まあ、為替取引を禁止された というようなニュースも入っていますですので流動性は非常に薄くなっていますこれはすぐ改善するとは思いません逆に、えー、トルコリラを取引しようとしてあるいは反対売買をしようとしたときにマーケットにプライスがないあるいは実際自分が考えていたよりも非常に悪いレートで取引が成立する可能性が高くなっています ですので、このトルコリラ円、これは非常に気をつけていただきたいと思います。まあ、以上、今日はドル円、ユーロ円、そしてトルコリラ円について説明いたしました。今週は以上です。どうもありがとうございました。